まみもめもせやかです。 IKEA のオンラインショップでいろいろ購入したので、今回はそちらを開封して紹介していこうと思います。よろしくお願いします。わーすごい、めちゃめちゃワクワクしません？わー、ちょっとさ、段ボールが大きすぎてさ、取り出すところから取れないんですけど、 IKEA ってなんかこう基本的に自分で組み立てる系だよね。まず1個目、コルク系のコースターですね。おお、なんかコースターって何個か持ってるんだけど、なんか足りないんだよね。よくわかんないけど、なんか足りない。これがね、直径10センチで、2個で149円です。ちょっと待って、くっつきすぎて取れない。ちょっと後でゆっくり取ろう。バリエラっていうシリーズの入れ物で、よいしょ、1個598円です。てか、IKEA マジで安い。ね、本当に取れないんだけど、これ大丈夫？マジで取れないんだけど。Thank you!そう、なんかこうベッドの近くに間接照明的な感じでこうおしゃれに電気置いてみたいなと思って。 IKEA 沼だね。なんかね、こういうの見てたらめっちゃ欲しくなっちゃって買いました。しかもね、高くないんだよこれね。1499円です。出た、みんな大好きなやつ。リーサトルプホワイトのカゴですね。マジでなんかこう、IKEA の動画、何の動画見てもこれを買ってる人がいる。ちょっとお菓子とか入れようかな。リビングにね、お菓子が乱雑に置いてあるので、それをね、まとめようかなと思って買ってみました。すごいね、これ999円なの。すごいね。これは何だろう。あーとね、マグネット、後ろ側がマグネットになってるね、小物入れですね。あ、結構重かった。これマグネットで、ここは透明な蓋なのよ。中身が見れる収納みたいな感じです。が3つね。次はね、冷たいのもあったかいのもいけるガラスですね。グラス？999円です。これ見えるかな、二重構造になっててね、冷たい時は水滴がつかないし、あったかい時は手が熱くならないっていう。あのね、私ね、耐熱ガラスのコップが欲しすぎて、なんかおしゃれに飲みたいなっていう時があってね、カフェオレを、その時用に買いました。めっちゃ楽しみ。次もまたまた収納ケースなんですが、ちょっと待って、IKEA さん、よいしょ。これで蓋があるのかな。これ蓋？あ、こういう蓋ね。あー、くぼんでるから重ねられるっていうことね。私これどこ用に買ったんだっけな。電子レンジとかオーブンもいけるシリコンの蓋ですね。私、家族がさ、ご飯食べるよって言ってからさ、あんまり一緒に食べることがなくって、チンすることが多いんで、買ってみた。ティエナボックス、499円。ここに穴が開いてて、本を入れられるやつを巻け4つと、こっちが箱バージョン、こっちが499円だ。今組み立てた方が2個で399円。厚紙なんだけど、表の質感はね、結構いいですね。ちょっといろいろ改造したいところがあって、その時また別の動画で紹介したいと思います。最後、スクープ。これはね、
これもね、なんか棚の上に置けたらいいなと思って買ってみました。結構大きいんだけど3個入りかな。厚紙の上にビニール系の布が貼られてる感じですね。衣類とかを入れる人が多いかな。電池入れるのにプラスドライバーいるの。殿下の宝刀エネループミッキー柄。電池これはめんどくさいわ。スイッチはオフか6時間で切れるってことかな。あー照明焚いてるとわかんないね。照明消すね。おお、あ、良くないですか、良くないですか。アレクサ電気消して。めっちゃ良くないですか。これをベッド付近でこうしたい。え、めっちゃ良くないですか。めっちゃ良くないですか。アレクサ電気つけて。え、めっちゃいい。というわけで以上 IKEA の商品紹介でした。これからこれを使って片付けとかも頑張っていこうと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。またねー。